アーセナルのエースとして、ゴールを量産し、レミアリーグ無敗優勝も含めた数多くのタトルをもたらした、元フランス代表のティエ・アンリ氏。UEFA チャンピオンズリーグ、CL の公式ツイッターアカウントでは、そのアンリ氏がかつ、披露した驚異のドリブルテクニックを紹介している。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、2002-03ズンの CL グループステージで、アーセナルは1合わせを残して、突破を確定。ホームに PSV を迎えた際、節の一戦は、消化試合となり、試合自体は、スコレスドローに終わったが、当時全盛期のアン氏は、素晴らしいプレーを見せつけた。左サイのタッチライン際でボールを受けると、相手、手につかまれ押されながらも、圧倒的な安定感、ボールを失わず、決死のスライディングタッルを繰り出してきた二人目の相手も警戒にかし、三人目も軽々と抜き去って、相手エリア手前ま、一人でボールを運んでしまった。相手にとは、まさに悪夢のような存在。その、プレーの数々、伝説として、今後も語り継がれていくだろう。ページ、動画、パワーも技術も切れ味も抜群。素、術など存在しなかったアンリ氏のドリブル。